皆さんこんにちは、ハレルヤ看板娘のケイチンです。今回はケイチンレビュー第2回目というわけで、早速レビューさせていただく商品はこちら。前回に引き続きアルティメットガードさんの製品で、サイドワインダーシリーズのちょっと読みづらいんですが、クロミアスキンというデッキケースです。なんといってもこのデッキケースの特徴は、触ったところの色が変わるというところ。商品説明には19度、26度、36度と3段階で色が変わるって書いてあります。サイズは80プラスと100プラスの2種類、ベースの色が黒、青、赤、緑、黄色、ペトロールの全6色になります。ペトロールっていうのは青、緑、グレーを混ぜたような色ですね。簡単に言えばスルタイってことです。メーカー小売希望価格は80プラスが2350円、100プラスが2500円です。今回用意してもらったのは赤のデッキケースです。いや、私が赤好きなの、スタッフさんちゃんと分かってくれてますね。赤いとテンションが上がります。というわけで、じゃあ早速触ってみましょう。おー、すごくないですか。え、めっちゃ黄色い。見て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 、もうなんか触ったところがどん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 黄色くなっていきます。しかもなんか最初言ってた通り、温度によって色が全然なんかグラデーションにみたいになってる。でこれ対戦相手がなんかデッキからカード取り出す時とかに、え、その色何どうしたの、汚れてるのみたいな感じに一瞬驚いちゃいますよね。はい、というわけでサイズ感とか見ていきたいと思います。これは80プラスらしいですね。開けてみて75枚入ってるんですけど、余裕は左右にありますね。中身はなんて言うんだろう、モフモフした感じになってて、カードに傷つきづらいようになってます。マグネットの部分が結構固め、2箇所でしっかりと止まってます。で、まあちょっとやそっとじゃ外れない、まあカバンの中とかに入れてわーって言ってもバラバラにはならない感じになってます。外側の触り心地としては、工作の時とかにカッターの下に引くマット、柔らかいけど硬い手触りになってます。あとですね、なんか変色機能が長い間使ってるとちょっと低下しちゃうみたいっていう報告も受けてますね。そこはちょっと残念かなって思うんですけど、わかんない、どのぐらい長い期間なんだろう。結構使ってたらデッキケースも脆くなってっちゃうと思うから、ちょうどいいタイミングとかでね、変色機能が落ちちゃうとかだったらまだいいかなっていうふうに思いました。写真や商品画像でこの商品のことを知ってる人も結構いたと思うんですけれども、動画で色が変わるよっていう部分を皆さんにお伝えしたいなっていうふうに思っていたのですが、皆さんどうでしたか？実際に触ってみた感じとしては、カードの中身もしっかりと守れる感じで、余裕もあってとても使いやすそうだなというふうに思いました。そして周りの変色とかがやっぱり面白いので、対戦相手とのコミュニケーションにもなるなと思いました。いや、めちゃくちゃ個性的でしょう。個性的なサプライで目立ちたいと星5です。アルティメットガードさんはこういう個性的な製品も出してるんですね。いや、次は一体どんな今までに見たことない製品が出てくるのか、個人的には注目したいなと思っています。というわけで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、ケチンでした。バイバーイ。